というか、なんかこうあんまりこうなんだろう、私のファンの方ってアイドルのファン、アイドルを初めて推しますっていう方も多くて、ありがたいことに。そうだからアイドルのコールとかを全然知らない方とかも結構いらっしゃるので、そうだからあんなにコールが大きくて、でなんかすごい本当に嬉しくて、そうなんかうるうるしちゃいました。そうだけながら話してたから卒業するのかなって、それみんなに言われた。そうまなかちゃんにもなるにも、あやねさん絶対卒業発表すると思ったって言われて、いやそれなーって感じなんですけど、そうそうそうだね、なんだろう、でもなんかなんだろうね、すごいめちゃくちゃ本心を話すときになんかこう感極まって泣いちゃうみたいなことあるかわかんないけど、あるんですよ、あるんじゃないですか、それかな。キャラ変しすぎじゃない、え、そうかな。なんかさすがにかわいすぎてやめるのもったいないとかはこうなんかちょっとふざけたなって思うけど、え、でも結構本気でそれがなんだろう、これからもやってこうみたいな気持ちになったかもしれない。そう、うん、そう、全然やめるつもりだったっていうのもおかしいけど、こうやっぱ卒業を考えてたので、うん、まあ考えない人はいないと思うんだけど、みんないつか卒業するから、そう、まあそろそろかなーみたいな思ってたけど、なんかなんか今やめたらこんな、もうこんな可愛い瞬間は生まれないんだって思ったら、なんかえ頑張れよ自分って思ってそうなんかちょっとわかんないけど、まあとりあえずまだいます。そうだね、選抜目指すとか言っちゃったね。いやなんか本当に申し訳ない、ごめんなさいって感じ。なんかそれに関しては私なんかがって言わせてもらうんですけど、いや本当に選抜ってね、本当にすごいんだよ、選抜メンバーって本当にすごいんだよ、うん、だからこう自分なんかがね、お、ゆうたくんすごい、めっちゃ桜咲いてる、ありがとうございます、ありがとうございます、やった嬉しい。そう、なんかね、そうなんですよ、でもなんかこう、そうでもあんまり今日はスピーチで言おうと思ってたこと半分ぐらいしか言えなくて、そうなんだっけな、そうなんだっけ、あと言いたかったのが、そのなんだろう、選抜になりたいっていうのもあるんですけど、もちろんでもそれはその16人の中に入りたいっていうことももちろんなんだけど、なんかこの選抜を目指すことによって、そう私も今の AKB を盛り上げたいだぞっていう、その AKB のことが大好きでこうしてアイドルしてるし、私なんかでよければというか、こんな私でもなんか10年お世話になったグループにお返しができればいいなと思って選抜を目指すということが、なんかいろんなんかそのそれでちょっとでもその貢献できたらもう万々歳というか、うん、なんか選抜のような働きをしたいなっていう、そうやっぱ選抜メンバー
がいてくれるから、やっぱりね、その AKB もこんなたくさんの人に愛されてるわけだし、そうだから私もたくさん愛されるようなアイドルになって、選抜のような働き貢献をしたいなみたいな、うん、ちょっとね、あやねちゃん、うん、いっぱい働いちゃうぞみたいな、そう、そうだね、言いたいこと伝わった、あ、そうそうそう、あ、よかった、ありがとうございます。そうだからね、ちょっと選抜っていうのを緊張してて、ちょっとそう初めてだから、なんか公の場で言ったの、そうだから、そうだね、だからちょっとそれドキドキしてた、ちょっと。お、夏目さんとありがとうございます。生姜焼きさんもお父さんもありがとうございます。わあすごい、ありがとう、誕生日みたい、ありがとう、ありがとうございます。うん、ね、全然そう、めっちゃ嬉しい、タワー久々なのにありがとうございます。その後なんかやっぱり卒業していった同期とか先輩とかが残してくれたものがあるからこそ、今 AKB がこう成り立ってるっていうのがめちゃくちゃあるから、なんかそれを忘れないでいきたいし、それを忘れないためになんかいたいって思った。絶対に忘れんなよって思いながら活動していきたいなって思ったので、 それもあるかな、うん、今までの先輩とか卒業してった人とかがなんかやってきてくれてたことみたいな、たくさんのいいもん、たくさん残してくれたものがあるから、それを忘れずにって感じかな。そうだね、うん、だからなんか20歳とか3それぐらいの時はほんと純粋に選抜に入りたくて、でもなんか実力が足りなくてみたいな、なんかでも、もうなりたいけど自信もなくてみたいな感じだったけど、でなんか今はあの頃の選抜になりたいの、なりたい気持ちとはちょっと違うなりたいなのかなと思います。そうで、まあ僕隊も結構大きくて、結構なんか僕隊にたくさん出させてもらって、なんか MC とかでもなんかだんだん自分のなんか自由な発言で、自由な発言ができるようになってきたりして、なんか自分は自分のままでいいんだなみたいなっていう、生誕祭でもちょっと言ったけど、なんか自分のこと好きになりましたみたいな言ったんですけど、なんかそれは結構僕隊でもその歌もダンスももちろん MC もやるし、やっぱ近い距離でこう反応が見れるから、そうだから僕隊で一緒に劇場を支えてくれたファンの皆様にも本当に感謝ですし、なんか本当に何だろう、うーん、劇場を支えたい
そうだね、なんかこう炭さん、タワーありがとうございます。ありがとう。そうですね。でもなんかほんと最近は結構ありのままでいいんだ感がすごいあって、そうだからそれはこの25歳の年でそろいべとか僕隊とかでみんなからこう教えてもらったというか、本当にすごい感謝してます。なんかすごく楽になりました最近は。そうだね、なんかこう同期がまさか総監督になる日が来るとは思ってなかったし、そこまでいるとも思ってなかったし、なんか本当に一緒に10年やってきたこう、しかも年下の妹みたいな子があんなに総監督として頑張ってるのに、なんか私は絶対に何か役に立ってから辞めたいなと思う、卒業したいなと思いまして、そう、なんかできることをできるまでやろうかなと思います。四代目みたいな、四代目ってさ言われててなるがかっこいいお、生姜焼きさん、またまた桜タワーありがとうございます。ありがとう。そうだね、なんかマレーシア行く子もいるしね。お、そう、めっちゃ桜くれるじゃん、ありがとうございます。全然ありがとうございます。他のに回してもいいよね、めっちゃ嬉しいけど、嬉しいけどそんなにありがとう、誕生日当日でいいよ、大丈夫だよ、ありがとう、そう伝わってるよ15分、15分、先生お疲れ様でした、ありがとうございます。ちょっとお菓子食べよう。そう、なんかみんなもなんかそのペンライト2色芸、なんか私のペンライトカラーにしてくれてありがとうございます。ヨックモック、みんなヨックモック知ってるの？私これの名前さ今日まで知らなくて、なんかすごい丸いクッキーみたいな、棒のクッキーって言ってて、ヨックモック私これ好きなんですよねってそのマネージャーさんとかって言ってたら、ヨックモックねみたいな、みんな好きやねみたいな言ってて、そんななんかみんなご存知ヨックモックみたいなそんなみんなご存知な感じなんですかこれってみたいな、名前あるんだって、そう初めて知ったの。
え、ゴディバみたいな感じ。ゴディバ、ゴディバと並ぶヨックモック。これ本当にめっちゃ美味しい。もうびっくり、大好き。トライアみたいな。へえ、すごくね。手紙はすぐ誰か分かりましたか？ほんとね、途中までは分かんなくて、あ、でも絶対そのデートの同期の誰かだなって思ってたんですけど、でもあやね呼びってもうりんちゃんか仰天なわけよ。で、なんかその舞台のダブルキャストでなまってるとこ直したりみたいなのが出てきたときに、ああ、ぎょうちゃんだって思いました。ねえ、ぎょうちゃんも本当に嬉しい、なんかお手紙。うん、まだなまってた時っていう言い方に、確かに今もなまってるよっていうね。そうね、ぎょうちゃんもね。いやでもよかったと思う。え、マレーシアめっちゃよくない？シンプルにマレーシアが好き。なんか妹住んでるんだけど、マレーシア、え、めっちゃいいって聞く。私も修学旅行で行ったことあるんだけど、マレーシアめっちゃ良くない？しかもさ、クアラルンプールってさ、めっちゃ大都市じゃん。豪邸しか建ってなくない？だってなんかあのガクトさんの豪邸あるじゃん、テレビで見たけど。え、そこと並ぶんだよ、すごくね？ビップめっちゃビップ。そう、日本人が多い。そう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 、なんかもう日本語でも通じるみたいな。そう、大都市すぎて、だからめっちゃ住みやすいし、結構マレーシアとかってシンガポールとかって日本のこと好きな方たくさんいらっしゃるから、え、めっちゃいいと思う。うん、そうだし、ずっとあったかいし、なんか映えとか、ずんちゃんとかめっちゃインスタ映えそう。ぎょうちゃんの遺跡はね、なんかほんと発表の本人も決まったのが本当に直前、数日前で、私はその発表の2日前、そうね、コンサートの2日前か、発表の2日前にこうリハしてる時に一緒にいて、なんか実話みたいな言ってくれて、そう、ね、めっちゃびっくりしたけどね、めっちゃなんか嬉しくもありました。ぎょうちゃんがなんか大きな決断をしたことを報告してくれたのが嬉しかったですし、なんかやっぱぎょうちゃんって結構ネガティブになっちゃったり、うん、自信がないくなっちゃう時があるからね、もっともっと自信を持ってマレーシアで大スターになって
その絶対なれるからって毎日言ってます。マレーシア大丈夫かなみたいなって言ってるんですよね。言ってるけど絶対あんた VIP だよみたいな。あ、そう、ヒゲタンさんありがとうございます。桜吹雪ありがとう。そうだね、ぎょうちゃん、私新しい環境ってめっちゃいいなと思うので、ちょっと羨ましくもあるというか、そういうなんか環境の変化みたいなのがね、なんか楽しそうとも思いました。うん、さ、ココアちゃんもねいるしね、やっぱり同じ地方の子がいるっていうのはでも心強いと思うので。そうだし、あとはーちゃんとずんちゃんなので安心してうちのゆりなさんを任せられます。なんかすごい、はーちゃんとねずんちゃんは本当にめちゃくちゃもう安心、本当に。でも、そう、私は過保護なだけなんだけど、やっぱそのぎょうちゃんをずっとなんかこう見てきたから、ね、でもすごい可愛い。はーちゃんが公園からいなくなるのね。それね、はーちゃんいないとさ、なんかね、うん、でもそのなんだろう、やっぱあの3人ってさ可愛いし、歌もダンスもできるしめっちゃいい子だし、なのになんでなんかこうもっと前に前にいないのかなって、まあメンバーみんなに対してそうですけど、そうだからマレーシア行ってなんか本来の注目のされ方がされると思うから、すごい良かったなと思います。うん、19期ちゃん、え、もう本当に大拍手、もう26歳のベテラン大拍手。ギンガムチェックってめっちゃ難しいんですよ。すごい、ギブミーファイルの紙で面、それな、みんなで見た。みんなで見ました、あの紙でメンバーの動画、あのファンの皆さんのいろんな角度からのギブミーファイルを送ってくださって、じゃあみんなで見ました。やばいって。
え、めぐちゃん間違えてるよみたいな、いやめぐが合ってんのみたいな、そう、かわいい、そう、え、そもそもあやねちゃん振り違くないみたいな、え、早い遅いじゃなく、なんかタイミング違うとかじゃなくてそもそも間違ってねみたいな、えみたいな、えー、みたいな、ちょバレたみたいな、そう、うん、エリちゃん今日一の笑顔だねみたいな、そう、いや一番楽しかったねあれみたいな言ってました。おふっきさん桜タワーありがとうございます。そう、でもなんかエリちゃんがこうなんかすごい自信満々にやってるから、えみたいな、え、そうだっけみたいなでもなんか分かんないからやっとこうみたいな思って、そうしたら全部分かんなくなっちゃって、そう、いやマジで本当にめぐちゃん以外さつられてさ、本当面白かった。でもその後ろに映ってるコッコがなんかコッコもつられちゃってて、あと面白かった、え、後ろの子もつられてるよみたいな、そう、そんな感じでした。いや楽しかった、ハルコン楽しかったです。なんかそのギブミーファイブめっちゃ濃いんだけど、ギブミーファイブ1曲の中にめっちゃ濃かった。なんか私 GoPro 持っててなぜかなんか公式チャンネル GoPro 持ってて、そう、それであのみんなを映しながら練り歩いてたりしたんですけど、そう楽しかった。私これから練り歩きの時 GoPro 係しようかな。うん、でなんかステージ上に持っていくしかなくて、え、本当に直前に持ってっていいですかみたいに言って、あ、いいよいいよみたいに言われて、あ、持ってっちゃおうみたいな感じでえ、本当にリハとか打ち合わせとかしてないからさすがに怒られるんじゃないかと思ったけど、結局怒られなくて、そう、まあ良かったんだけど、うん、そうだから私もなんかどうやってこれを置きに行こうみたいな、さあステージまで持ってきてしまいました、メンバーを取りました、さあどこでこれを置いていこうみたいな思ってお、ゆうたくんありがとう、桜満開、そう、おひげたんさんもタワーありがとうございます。そう、でもその GoPro でこう自撮りでこうやってたの、自撮りでやったり外カメにもできるから両方の画角で撮ってました。そうだからそのギブミーファイブの一番はそれ持ちながら踊ってなんかその一番と二番で入れ替えるんだけど、上手と下手を、その間にはけて2番で戻ってきました。わかんない、それ見てた人いるかなあ、気づいたらあやねちゃんいつの間にか合流してるみたいな。そう、乾燥ではけてなんかその裏のテーブルに置いて、でもまた2番から出てるみたいな。お、あだちゃんタワーありがとう。そう、でも本当にマジで打ち合わせも何もしてないから、その終わった後裏で、あやちゃんあやちゃんカメラどこやったみたいな言われて、そうそう、また渡してました。いなくなる瞬間見てたよ。え、本当？すごい嬉しい。その GoPro の動画、そう、公式チャンネルにちょっとお問い合わせください。
曲フル良かった。本当ありがとうございます。確かに普段聴けないですもんね、フルは。そう、めっちゃフルいいよね。なんかやっぱ2番の歌詞がさ、めっちゃいいよね。みんなご存知の通り、めっちゃいい2番。あのさ、春一番が吹く頃のさ、あのおはようって言い方ぶっきらぼうだぞみたいな歌詞あるじゃん。あれめっちゃ可愛い。初めて聞いた時可愛いって声出た。なにちゃんの新衣装がとにかく可愛くてよかった。いや本当に可愛くて、本当に可愛かった。っていうか衣装さんが私のこと分かりすぎていると思う。なんか最初てか私カチューシャ担当なんですけど、地味に勝手に言ってるだけなんですけど、ここ最近の壁車カチューシャだし、ピンク衣装、武道館の時の新衣装もカチューシャですし、なんかその衣装さんも「ええちゃんはカチューシャじゃない?」みたいなこう言ってくれてたので、いやもうちょっとカチューシャ担当かなって思ったんですよ。そうだからその新衣装もあのみんな髪型事前に言っといて、それによってあの衣装さんが髪飾り作ってくださるんですけど、なんかアンケート取ってて事前に。でそのアンケートでカチューシャが良かったからカチューシャでお願いしますって言ったんですよ。でもその衣装の、 あの髪飾りはまだ作ってない時に衣装のフィッティング行って、しのぶさんが一人一人見てくださるんですけど、でその時CD を発売記念グループ握手会があって、それの前で私ポニーテールにリボンつけてたんですね、その日。なんかちょっと大きめのリボンつけてて、そうで、そのポニーテールの状態でそのフィッティングしたら、なんかあやねちゃんポニーとかもいいんじゃないみたいな、そう言ってくれて、そうしのぶさんがなんかこの衣装、そう、その衣装的にもあの新衣装的にもなんか下ろしてるよりやっぱ上げてた方がなんか似合うし可愛いなと思って、私も着てみたら、じゃあポニーテールにしますって言って、そうポニーテールに変更してもらいました。そしたらすっごいでっかいリボン着てなんか最初そのメイクさんのところに髪飾りが置いてあるんですよ。それまでは分かんなくて髪飾りが、でみんな当日におはようございますでメイク入って髪飾りこれだねみたいになるんですけど、私もなんかでかすぎてなんか袋パンパンに入ってて、これなんか布みたいなそうメイクさんとなんかこれただの布入ってらっしゃるみたいってなってそう開けたらすっごいでっかいリボン入ってて、めっちゃ可愛いってなって、そう楽しかったです。分かりすぎてる私のこと。シナモンロール、そうそうそう、なんかユーナとか見てくれてた、見に来てくれてたじゃん、服部。そうだから最初あいにちゃんシナモンの耳って思ったって言ってて、そう私も耳かなって思った。耳ぐらいでかいリボン、そう、いや嬉しい、めっちゃ嬉しい。そうでもカラコンウィンクの方の衣装はあのカチューシャで、はい、いやいつも通りありがとうございますっていう、ね、見つけやすかったっていう声をたくさんいただいて本当感謝、おされさんに。
可愛い上に見つけやすさまで兼ね備えているという。あのデクリバもしや惜しそう、そう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 やで。うん、目印、そう目印。しかもあれリボンにリボン散りばめられてるからね。リボンにリボン散りばめられてるからすごい。いや本当に確かにそのハルコンの振り返りとかもショールームでできてなかったからね、ちょっと良かったです、ショールームできて。配信で見ました。おお、ありがとうございます。あね、そうだからなんかリアン期間の思い出とかもいっぱいあるし、いやハルコンとかユキリンさんコンとかめっちゃめっちゃね、すごかった。普通に初代チーム B の初日は普通に泣いた。あの時は私はさすがにただのオタクだった。なんか自然と涙溢れた。そう、え、なんかもう本当に感動とかじゃなくて、もう普通に真顔で涙出てたからね。あの袖から見てたんですけど、普通に顔出して。そう、普通になんかもう泣くとかじゃなくて、なんか目から水出てくるみたいな感じ。そう、めいちゃん B オタ、そうそうそう、そうなんですよ。初見です、ありがとうございます。じゃあということで、ね、皆さん本日は本当に素敵な時間をありがとうございました。もう嬉しかったです、最高。はい、また明日オンラインでお話できる人はお話ししましょう。じゃランキング読みます。13位タカさん、アカリスさん。ありがとうございます。12位アシュラさん、ありがとうございます。今日もありがとう、いっぱいコールしてくれて。11位 YS73 さん、ありがとうございます。桜のお友達さん、ありがとうございます。9位みやちゃんさん、ありがとうございます。8位和田ちゃん、ありがとう。タワーもね、ありがとうございます。7位夏目さん、ありがとうございます。パワータワー、ありがとうございます。6位ピーヤマ、ありがとう、ありがとうございます、いつも。5位フッキさん、おー、ありがとうございますね、今日もいて。4位生姜焼きさん、ありがとうございますね、ほんとスタッフさんのコールをありがとうございます。3位お父さん、埼玉さん、ありがとうございます、いつもありがとうございます。2位ヒゲタンさん、ありがとうね、ね、結構ピンポンで当たった人が何人かいますね。1位ゆうたさん、ありがとうございます。たくさん桜を咲かせていかれてありがとうございます。いや本当にお花とかもなんか衣装風になっててめっちゃ可愛くてありがとうございました。んでは、ありがとうございます。それではまた明日。バイバーイ、ありがとう、おやすみ。